Z8 ブルーのハイネマンは、ドイツ海軍の駆逐艦。1934A 型。1936年1月14日寄港。同年9月15日浸水。1938年1月8日収益。第二次世界大戦海戦初期は、バルト海で行動。それから、イギリス沿岸への機雷敷設などに従事した。 1940年4月のノルウェー侵攻作戦では、トロンハイムの攻略に当たった。1940年4月28日から、駆逐艦、リハルトバイツエミア、不設艦と共に、スカゲラク海峡で、機雷不設を行う。5月から海藻に入る。1941年4月、フランスへ進出。4月、ブルーノハイネマン特駆逐艦、フリードリヒーン。 エイリッヒシュタインブリンクの3隻は、通称破壊を追え帰する仮想巡洋艦、トールを護衛する。この3隻の駆逐艦は、6月1日には、ライン演習作戦で出撃していた、重巡洋艦、プリンツオイゲンオブレストまで護衛した。8月、通称破壊戦から帰還する仮想巡洋艦、オリオンを、駆逐艦、エイリッヒシュタインブリンク、Z23、Z24 と共に護衛する。 9月、ドイツに戻る。1942年1月、ドイツから、ノルウェーのトロンハイムへ移動する戦艦、ティルピッツを護衛する。1月25日、ケルベロス作戦参加のため移動中に、ブルーノハイネマンは、カレー沖で食らいし沈没した。ありがとうございます。